おはようございます。長野市議会議員のオレンジのあの人首が苦しい小泉一馬でございます。おはようございます。というわけで今日も街頭演説やってきました。上高田北交差点メガドンキ前です。ニトリの駐車場、すいませんニトリさん、というわけでございますが、でね、ほら小泉ってとっても奥ゆかしい議員だから、なんで市議の俺が県議みたいな仕事までしなきゃいけない、県議のやつら何やってるんだなんてことをとってもオブラートにくるんで今まで言ってきたじゃないですか。直接言ってますよ、直接言ってます。あの県議さんの、県議さん先生の仕事までやってて、給料はギャラは一緒とか、そういうこと言ってますけれども、でね、皆様に知っておいていただきたいのは、県議の先生ってね、これね、すいません言っときます、裏取ったわけじゃないです、誰がというわけでもないです。で、小泉一馬こうなってんじゃないかなっていう、そういう憶測推測でございます。そう思って聞いてください。県議の先生方って案外県庁の窓口行ってね、これどうなってんの、こうやれよっていうことはやってくれないんじゃないかなっていうことなんです。ああ怖いこと言っちゃいましたね。俺は干されるかもね。でね、なんで俺がそういう心配してるのかっていうと、だってスコーのほら台風スコーじゃない、スコーのね、その PCR 検査センターのことでもそうですよ。だってなかなかできない、どうなってんだっていう話は県の話ですよね。でほら体育森林組合 の補助金不正受給も、あれだってもちろん県の話ですよ。県がね、国の補助金勝手にいい加減な書類出しちゃってるのは県の先生がまず怒って調べなきゃいけない話じゃないですか。でも案外やってない感じがする、小泉は。でどうしてなのっていうところなんです。そういう県議の仕事じゃないのって思いません？なんで市議会議員の小泉一馬にやらせんので、実はこうなっているっていうのはありまして、田中康夫知事の時に時代は遡ります。バックトゥーザフューチャーじゃない、バックトゥーザ過去同じか、当たり前か、それで、ね、遡りますと、県議が県庁に何か働きかけをしたらね、アクションしたらそれを記録しておきなさい、でそれを1年に1度公表しますっていうことをやってたんですよね。でその時小泉は県の職員だったから、そういう触れが回って、じゃあそういうのあったら記録しろって出せよっていうのをね見ましたよ。はあ、そんなことするんだって。これはもちろんね、議会と田中康夫知事は対立してたから、田中知事が意地悪したんですよね、議会に対して。おめえらどうせ業界の代表みたいな働きかけしかしてねえんだろうとか、ちゃんとやれるならやってみろっていうことを言いたかったんだと思います。で県議の方々はそれでも反骨精神見せて、何言ってんだ、俺たちの働きかけは県民のための働きかけなの、そんなね特定の利益の代表じゃないんだっていうことで、やってくれればよかったと、やってくれていいと、俺はその時ね、県庁の一末のコッパ役人ながら思いましたよ。だけどほとんどそれで県議の働きかけっていうのは見事になくなったですよ。だから県議の先生方に自分たちの仕事にね、県庁の叱るべきところに県民の声をつなぐっていう仕事がそんなに自信持ってな、やれないんだなっていうことをね、その時感じましたよ。そんなことね、大したリスクじゃないと思います。俺たち、自分がちょっと下手本でね、なんか余計なこと、なんだ、働きかけの時に言っちゃってさ、そう、こんなこと言いましたなんて記録残されるリスクと、県民のために、その県民の声をね、県民の代表としてつなぐ、その責務役割と、天秤かけたら圧倒的に、県民の声をつなぐ仕事責務の方が大きいと思いますよ。だけどリスクの方を大事に見ちゃうんだよね。まあそれ県議さんだけかもしじゃないかもしれない、私たちみんなそうかもしれません。ちょっとでもリスクがあるとそれ回避しようとするじゃないですか。だけどそれにしても、だってだけどそれが仕事じゃんって思いません？でそれが今にまで尾を引いているような気がします。だけどね、自信持ってやってくださいよ、県議の先生が。そうだとしたら、あるいはね、そんなわけのわからない習慣に染められちゃってるのかもしれない。その後ほら、
まあ、あんなの、なんだ、いい加減前の話だから、県議っていうのはそういうことしないもんだっていうインプットを先輩からね、新しい議員さんたちもされちゃって、俺たちはそういうの、県議だからやらない。いうふうになってるかもしれない。県議だからやらないね。県議だからやるんですよ。それ、県議の先生たち、勇気を持って発言してっていただきたい。あ、これで全く絶対ね、県議の方々からはこういう人も嫌われます。いや。